皆さんどうも、ピーマンです。今回サクサクセスで最強チームを作ろうシーズン6実況4回目になりますよ。この動画ではついに選手作り最後になりますね。中継ぎ&クローザーピッチャー、抑えのピッチャーをね、計7人の選手を作っていきたいと思います。後悔のないようにね。現在このシリーズは5日連続動画投稿中になります。今回はその4日目というわけで、明日の実況ではいよいよオートペナントで回したいと思いますのでね、ぜひぜひ見てくださると嬉しいです。ここまでね、まあね、素晴らしい選手も1人か2人はできましたけど、それ以外はもううんこしかできていない。もう今回作る選手はもう全部完璧にね、中継ぎも全部完璧に最高で最強の選手を作っていきたいと思います。じゃあ始めていきましょう。OK! じゃあまずは中継ぎピッチャーから作っていきたいと思いますのでね、中継ぎは計6人の選手を作っていきます。まず1人目は右投げ右打ちで OK ね。うん。そして球団設定はね、じゃあ今回は、セリーグのこっち下から順に作っていきたいと思います。ヤクルト。ピッチャーでヤクルトってあまりよろしくない。まあいいか。人体がね、あれなんですけど。怖いんですけどね。でね、まずまあ1人目は失敗したくないので、プロ入りカードと、そして球速強化カード。この2枚で中継ぎ1人目の選手を作るよ。レッツ最強サクサク戦。ステーズバンバンやってきた。さて、初期能力はこのようになってますね。はぁ、またシュートついてんのか。今宵もまたシュート。前回もそうだったんだよね。作った先発ピッチャー全員に確かシュートがついたんですけど、どうやら中継ぎでもシュートが来ますね。なんか球速強化が青マス多いし、速球マス多いね。こらいいこらいいこらいいぞ。おいおいおい、第一ステージからめっちゃ球速上げれたんですけど、俺めっちゃ球速いんですけど、急に気分悪くなるかな。急に気分悪くならないと思うけどね。俺は急に気分悪くならない選手を今頑張って作ってるからね。あら、まあ、ただね、病気やね、持病持ちやったわ。あー、最悪最悪。あー、持病持ちの選手やったわ。最悪やわ。あー、ガンダ。ガンダ、いい子だ。よく来た。ありがとう。何?ヒーリングカード。これはありがたいね。無地パネルを踏むとごく稀ん。ごく稀じゃないね。たまに回復するんですよ。よしよしよし。しかしだな、いきなりハテナマスで、不運な出来事がたくさんありましたね。そんなに気分悪くなるんだったら、病院に行った方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけど。間違ってる?いや、間違ってないね。俺は間違ってないよ。おお、赤パネルが青くなった。おお、今変化球マスじゃないか。あれ、スライダーだね。今ついた。あ、カットボールか。ほう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 。カットボールが今ついてますね。オッケー、裏メシア。何?クロスファイア。こらい、持ってたか。のー、のののんののののの。あー、青パネルが全部赤くなっちゃった。はははは。カードも落としたしね。よし、首を吊ろう。今日はもう首を吊ろう。明日また首を吊ろう。今日も首を吊ろう。はぁ。こんなに悪い出来事が何度も続くとなれば、ね、ちょっとなんか不信感を覚えるというかね、神様が俺に死ねって言ってるんじゃないでしょうかね。非常に悲しくなってくるね。そしてエロ、まだまだ強くなるで、まだまだ強くなるで。おお、タカラバコを通らなくちゃ。オッケー。おお、タカラバコがまた落ちてきた。おいえ、カモン、レッツゴー。おにぎりマスもあるしね。おお、村中スタミナ用。久々に聞いたな、村中とか。2011年くらい結構活躍してた投手だよね。俺もなんか記憶に残ってるんだよ。ヤクルトファンじゃないけどね。おお、全体の能力が上がったね。まあ、中継ぎ求められるのはとにかく、投手としての能力、速球とかね。そういうのが大事になってくると思いますのでね。あと変化量とか特殊能力とかね。うん。スタミナもそうですけど。先発以上にスタミナはそんないらないからね。まあ、最低限 D くらいあれば、うん、そんないらないね。まあ、E を超えてればいいんじゃないでしょうかね。ステージ4、やっていこう。ただ、ここまでね、ちょっと落ちる球が欲しいな。横変化ばっかなんでね。まあ、宝箱まず取ろう。お?カレンが降りてきた。プロ入りカードをね、残念ながら落としてしまったためですね。これはもうゴール行かないとダメですからね。選手作り失敗ということもありえますから。あら、あららら、ら。あ、これゴール、あ、これゴールできないじゃん。あら、これゴールできないんじゃね。あれ、いいやつか。あ、カレン違う。カレン体力。あ、これ失敗したね、みんな。あ、ごめんなさい、失敗しました。俺の勘違いだ。俺こっちからゴールいけるのかなと思ったらいけなかったんだ。あらら、ははは。ほんでこんな時いいやつかをゲットできるというクソみたいな。ほんと神様っていないわ。ま、確信したね。あ、ありがとう。失敗だ。普通ならね、体力回復するんだけどね、威圧感なんてごく稀にしか取れないはずなんだけどね。こんな時に限って体力は回復せず、体力回復したらもしかしたらクリアできてたかもしれない。いけてたかもしれないけどね。はい、やり直しでございます。最初からやっていこう。おー、変化量、カーブがついてますね。
何？お、金縛りか。いいね。戦士会いに行こうか。戦士こっちにいたよな。あそこにいるね。戦士が下にいる。だから会いに行こう。秋よし、いいよね。いい中継ぎ投手だ。できれば特殊能力が欲しかった今日この頃。さて、あー、あれ変化球、シュートか。いや、シュートはいらんな。シュートはいらん、いらん、いらん。あれはもう無視でいいだろう。取る必要性がない。無視、無視、無視。変化球ついちゃうとね、サクサクセスってあれだからね、変化球3つまでしかつかないからね、限界が。まあ、運が良ければそれ以上つく時もありますけど、基本は3つまでなので、下手につけちゃうと他つけれなくなるんでね、シュートはいらない。俺の中でシュートはもういらん。お腹いっぱいです。今日の運試し、いや、やめとこう。大丈夫、博士がいますね。一か八か。いや、やらんよ。やらんよ、みんな。面白くないやつと思われてもいい。俺はもうやりません。俺はこれもう裏切られとんねん。コントロール強化カード、いいね。拾っちゃったよ。オーケーオッケーオッケー。いや、やるべきか。いや、待って。今日の俺ってなんか調子いいような気がする。あ、持ってたカード。落としちゃったね。うん。当たり回復、いいね。あ、これ、ちょっと待ってよ。青パネルが全部赤くなっちゃったね。ちょっとハゲに会いに行こう。あ、無事パネル。あ、これやめた方がいいね。これやめた方がいいね。神様がそう言うとるね。やりませんよ。確実にダメでしょ。あの流れで博士に会いに行ったらね。もう、痛い目見るわ。いかんいかん。これ以上ね、クソみたいな選手を作るわけにはいきませんから、僕はもうやりません。博士を信用して一度もいいことはなかった。まともにいいことはなかった。いい思い出がない、あのハゲに対して。あのハゲを見たらなんか震える自分がいる。体が震える。トラウマをもらってしまった。いいね、赤パネルが青く輝き出した。素晴らしい。ナイス。うん、あ、気分。の。また気分が悪くなる。病院行けっつうのに。病院を行くことから始めよう。そこから始めようぜ。ここまで変化球はカーブのみか。おー、スタミナ最低限ついてきたね。よし、もうこれ以上はね、スタミナもうほとんど取らなくていいね。あと欲しいのはコントロール。特殊能力。球速。変化球。全部じゃねえか。変化球を除いた全部が欲しいってことね。ちょっと待って、変化球マスがないな。あー、選手どこに行く？あ、何？何と何が入れ替わった？スタミナと補給。あ、また、大使変化ないね。うん、まあ、うん、そんな変化ないわ。コントロール4アップ。無地パネルが赤く輝き出す。これは事件だ。事件が起きました、皆さん。あらら、ブスも下に来ましたね。これは弱りましたね。このブスは一体どこに来るんでしょうかね。あ、目つけられましたね。逃げませんとダメですね。ああ、ダメですね。これ以上何もできないね。ゴール目指さないとね、宝箱欲しかったのね、おにぎりマスも取りたかったのね、踏みたかったのに。はぁ、あ、何も強くならないまんまステージ5に来ましたね。うん、ここまで思い出が何もないっていうね。でも最後、いいの作っていこう。俺はもう今回は、本当のテーマは後悔のないようにだからね。いつも言ってるような気がするけど。いつも後悔のないようにって言ってるかもしれんけど、本当に後悔を残しちゃダメだから。最高に最強の選手を作ろうよ。おぉ、タルカイク、いいね。もうスタミナいらんな、さすがに。お、速球中心がつきましたね。宝箱取りに行きたいんだが、このブスどっちに来るんだ？ブス。このブスはどっちに来るブスだい？よし。あー、よしよし、焼きマン早くも登場。いいね。ナイスナイスナイス。焼きマンに会いに行こうか。カモカモカモ。そこにいるね。焼きマン上に行っちゃったよ。え？焼きマンどっち来んの？焼きマン？焼きマンこっち来てる？焼きマン？焼きマン、いや、違う、ノノノノノ、ダメだね。このビーチ絶対こっち来ない。腹立つな。おお、無地パネルが青く輝き出しちゃいいね。もう体力も残りは少ない。うわ、なんだこれ、めっちゃ強くない。野球マンこっち来てよ。頼むからね。一回でもこっち来て。一回でもいいからこっち振り向いてよって言いたくなっちゃったね。うわー、なんだこれ。スタミナコントロールはいいんだが、それカーブしか持ってないっていうね。もう絶対防御率4点台以上確実ですわ。もう5点台でしょ、こんなもん。変化球一つ、球速もまともじゃないの、どうやって抑えろ言うね。いらないわ、これ一番いらないタイプだね。変化球は、スタミナはつくけど、その他何もつかない。特殊能力もクロスファイヤーに速球中心。はぁ、いきなりもう、本当にね、こういうのを作ってしまう自分が憎くて仕方がないね。まあ、できちゃったもん仕方ないですから。はい、中継ぎ一人目はこのような選手でございました。やめてしまおうかなと思いましたけどね。あと、計6人の選手を作っていきますからね。お次行きましょう。OK! お次は中継ぎ2人目の選手を作っていきますよ。2人目の選手は右投げ、また作っていきたいと思います。その左打ちですね。
先発の方ではね、左投げの投手をたくさん作ったので、中継ぎでは右を多くしていきたいと思いますのでね。球団設定は横浜、持ち込みアイテムはまともなカードがないので、こちらのカードとコントロール強化カード、この2枚で作るよ。レッツ最強サクサクセス。テーズワン。やってきた。はい、またシュートついてますね。何なんだろうね。俺、シュートの呪いにかかってるね。まあ、悪かないよ、別に。うん。悪くはないよ。でも、こんだけ来られたらね、もうさすがにねっていう。ほんで、また変化量落ちるしね。そんなすぐ変化量落ちるかな。あれ、ちょっと待ってよ。落ちるマスがあるな、あれ。あれ取りに行こう。落ちる変化球だね。うわ、基本能力が変わった。なんかサッカー悪いことしか起こってなくね。おー、変化球マスも追加されたね。じゃあ踏んでいこう。何 ?V スラがつきましたね。こらいい変化球だ。おー、体力超回復。素晴らしい。あ、気分がいきなり。上げて下げないで。ねえ。超回復って言った後落とさないで。体力。おー、また回復。いいね。ほぼマックスだよ。始めたてかな?それくらい体力が増えたね。よっしゃ!いいでしょ、これで。体力もほぼ満タン。これでステージ2に行けますからね。ほんで能力も大幅上げれたし。行こう。今回は、いい選手が、できそうですね。今回こそは、さっきほどみたいなもゴミは作りませんからね。せめて変化球は2個はないとね、あんな1種類でどうやって抑えろ言うね。野球というスポーツを舐めるなよ。青パネルが全て赤くなっていったね。おー、危ない危ない。体力ダウンかと思ったら、持ってきてたカードが働いてくれましたね。あれ、悪いことが起きると、たまにね、なかったことをしてくれる、そういう能力ですからね。ありがたいが、別にここでね、別にここで発動しなくてもよかったかなと思うのが感想ですね。早すぎる。おー、体力回復。体力よく回復するし、よくダウンするよね。そこがちょっと怖いけどね。操作。急速アップ。いいね。うわー、変化球がまたダウン。変化量またダウンしたよ。嘘んでしょ?そんなに悪いこと起きる?気分が悪くなってきた。なんで気分悪くなるの?気分悪くならないように努力をしてくれ。頼むよ。変化量落ちまくりだな。マイナスマス踏むたびに落ちてるよ。よっしゃ、これ行こう。これ踏もう。何?おー、いいね。ナイス、いいね。おー、ここまで強くなってるじゃないですか。あ、こっちから行けないんだ。申し訳ない。また俺の勘違いだね。ちょっとミスが目立つね。ボンミスが目立つわ。いけないね。ステージのちゃんと見ないとね。さっきからミスが目立つぞ。お、戦士かも。宝箱かも。何?聖剣超人ね。おー、コントロールだけが上がっていくね。これはセットアッパーとして使っていくのが今んとこいいんじゃないかな、これ。いいよね。おー、赤パネルが青く輝き出した。ほー、素晴らしい。オッケー。よっしゃ、こっちから行こう、こっちから行こう。戦士かも、戦士かも。モスこそ。急速3アップ。悪く。青パネルが全てなくなる。俺も死のう。青パネルと共に命をなくして、あの世に行きたいな。はぁ、あんだけ青パネル天国だったのね。うん、青パネル天国だったよね。俺が見た時すごく青パネルで輝いてたよ。すぐなくなるんだからね。うん、あーよし、踏みに行こうってテンション上げた瞬間になくなったね。うん、明日いいことあるんじゃないかな。今日はもういいことね。体力ダウンっていうね。死ねばいいのに。死ねばいいのに。どんだけ体力ダウンするんだよ。体力アップ。さて、ブスはどこに来た?お、ブスは真上ね。大丈夫。当てることはない。おー、全体能力アップ。いいね。おー、コントロールが S。いや、もうこれセットアッパーでしょ。確実に。中継ぎの守護神として使っていくの正解でしょ。これみんな。うわ、でもこれ待てよ。マイナスマス踏みたくねえな。シャッフルマス踏もう。下手に変化量下がればまずい。変化量下げるなよ。え?ブスは、え?こブスこっち来んじゃないの?え?ブスこっち、ちょっと待って、このブスこっち来んじゃないの?え?こっち来ない?大丈夫?よし。ブスを避けていこう。選手会いたかったけど、もうしゃあない。おお、体力めっちゃ余ってるな。ブス帰らねえか。帰らねえか、ブス。ブス帰らんな。ブス頼む、どっか行ってくれ。あー、やばい、目つけられた。カレン、どっか行け、早く。やばいやばい、葵ちゃん来ないか。葵ちゃん頼む。葵ちゃんかも。体力だけあり余ってる。体力あり余ってる。選手かも。おー、ナイス、みじきさん。このタイミングでよく来てくれた。素晴らしいね。ふぅー、天使の登場ですわ。お、これ待って、会えるんじゃねえか。え、みずきちゃん、こっち来ないの。え、完全こっち来る流れじゃん。え、どこ行くの。え、え、どこ行くの。こっち、なんで横行くの。かも、下。なんで横行くの。もういい、諦めた、諦めた。選手かも、選手かも。いいね。こっち来てくれないんだね。ムジパンが様々な色の輝き出した。うわー、ちょっとマイナスマス踏まんとダメなのか。これはやだなー。変化量下げたくないしね。うわ、上におにぎりマスあるし。どうしようかなー。
まあ、絶対変化量下がると思うんだ。踏んでみようか。あ、コントロール、よかった。よくはないけど。よくはないけど。コントロール S の100にしたいしね。うわ、これまたマイナスマス踏むんかい。嘘んでしょ、もう踏まなくていいでしょう。の、あー、またコントロール、うわ、コントロールが S の100から遠のいていく。うわ、もうこれダメだな。あ、もうゴール行きましょう。でもいいのできたんじゃないでしょうかね、これ。よし、初めて中継ぎ二人目にして、まあ二人目にしてね、いい選手ができましたよ。よかった、これは素晴らしい。中継ぎの守護神として今んところは考えてますよ。球速もあり、変化量もあり。ただ特殊能力が何もない、これがちょっとかなり痛いですね。能力だけで、プロ野球界、生き残っていけるか。特殊能力があれば最強になれたんだけどね。いや、でも普通に強い選手ですから、ようやく納得する満足のできる選手が出来上がって、上がりましたね。お次、行きましょう。OK、お次中継ぎ3人目の投手はここで左投げを作りましょうかね。左のサウスポーも必要になりますからね。よしよしよし。ほんで、球団設定はね、中日で OK ですね。持ち込みアイテムは変化球強化カードと、先ほどこちらのカードで OK だ。この2枚で3人目の選手を作る。レッツ最強サクサクセス。ステージ1、行こう。やっていこう。あ、スライダーがついてますね。おお、いきなり宝箱がありますよ。イエーイ。宝箱がありますよ。おお、特殊能力対左打者し、クロスファイヤー、いいのがついたね。で、これまた変化球マスあるからね。あれカーブだな。間違いない。あれカーブだ。踏みに行かんとね。カーブ変化だな。逃げ玉がつきましたね。これが、これなかなかいいですよ。この逃げ玉というのはね、失投を投げるとど真ん中に基本行くんですけど、逃げ玉を持ってるとど真ん中ではなく、玉がばらけてくれるんだよね。だからなかなか打ちにくいんだよ。変化球これ何ついた？おー、カーブいいね。今のところスライダーカーブといい変化球がついている。ステージ1はこれにて終了だな。このね、いいんだ。あとこれフォークついてくれたら完璧だな。やっぱね、スライダー、カーブ、フォーク系の変化なんですよ。一番欲しいのはね。一番欲しいのはって言いながら3つ上げてるっていうね。面白いね、俺って。俺っち面白いよ。行こう、パヤノすごい名前だ。こんな選手もいたような、いなかったような。かも、サクセスキャラクターかも。ヘイユ、スタミナかこの選手は左のワンポイントとして使っていこうと思ってますのでね。とにかく能力の高い選手を。ラッキートレジャーカードはもう持ってるよ。おにぎりますあるが、これはもう取らなくていいね。よし、ゴール目指しましょう。よし、今んとこなかなか理想的な感じで育っていってるよ。ここからだけどね、ちょっとコントロール低いからコントロール上げていかないと。変化球マスかも。変化球マスをもっともっと来てほしいわ。もっともっと来るんだ。もっともっと竹もっと。王の球速差が3アップ。いいね。宝箱、よし、トランド、朝倉じゃない。おー、台風のレッド投手 B になったね。よしよし。さすが、今季で引退しましたよね。おー、一気に能力アップアップアップ。ポポポポポ。止められない、止まらない。止まる気はございませんし。ステージ3もこれにて終わりだ。次々行くよ。俺はステージ4とステージ5で本気を出すって決めてるからね。心の中で。みんなには言ってなかったけど。俺はずっと言ってたからね、心の中で。俺は毎回ステージ3とステージ4で本気を出すんだ、ということをね。よし、またよし、素晴らしい中継ぎ。だが、わお、ここで体力だ。いや、悪いことが起こった。ブスが目の前にいる。ブスこっち来い、ブスこっち来い、ブスこっち来い。どっち来る、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 の、の、の、どっち来る、どっち来る、の、の、の、どっち来る。怖いな、ぶっ飛ばしカードは持ってないからね。よし、よし、あー、ここでカードを失ってしまった。宝箱が欲しいんだがね、これ取りに行けるか。無理だな。無地パネルが様々な色を輝き出した。ブスはどっち来るんだ。あ、行けるか。行けるね。あ、行ける行ける行ける。カモカモカモ。よし、特殊能力ゲッチュ。金はめ、金はめ、金はめ。ナイス、ありがとうございます。金はめ成功。ほー、イエス、体力がよく。よかったよかった。最後までどっち来るか分かんなかったけどね。お、ひじりちゃんが来たぞ。どこだ？あら、近くにいるな。これ、わりかし、会えるんじゃないか？ちょっと行ってみようか。行く価値はありかなと。カモ、カモ、レッツゴー！ありがとうございます。フォー！狭いとこだったからね。広いとこならね、これからどっか走っていくんですけどね、いつもなら、おいお、待ってくれよって言うんですけど。ちょ、狭いとこだったんで、うまく会うことができたね。しゃ、後悔のないようにステージ5に行きましょう。コントロールが低すぎるけどね、ここまで。論外だよ。うわ！このステージややこしいな、これ見てよ。こっちから行けないね。
左のここから上に行かないとダメなのか。ややこしいややこしい。まずゴールすることを頭に置いて先に進んでいかないと。嘘ですやん。後ろに宝箱&目の前におにぎります。とりあえず宝箱は絶対取らんとね。スタミナ4アップ。彼はどっち来る。彼はそっか。よし、いいぞ。これ多分ね、上に行くまでに他の葵ちゃんだったりが来てくれると思うんでね。言わせ、頼むぞ。ハテナマスで悪いこと起きるなよ。よしよしよし、いいねいいねいいね。次次行こう。ハテナマス、ダウンマス踏むのか。変化量下がるなよ、変化量。よし、急速か。急速下がった。よし。あ、これゴールいける。あ、いけなくない ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。ちょうどか。あ、待てよ。いや、待て待て待て。考え方によっちゃ、1、2、3、4、5、6、7。で、ここで体力回復する。絶対1以上は回復するからね。1はないわけだから。いや、まあ、こっち、この戦法でいい。ただ、これブス次第だよな。このブスがどっちに来るか。いや。どっちみんな行ったらいいと思う？これもう戻れないんだよね。後ろに戻ることはできない。右か上か、右か上か、右か上か。どっち選ぶ？どっちかが、正解でどっちかが死ぬ。上行こう。よし。あ、まだ、あ、まだ来るんですね。あ、もうこれ終わりましたね。ええ。次みんなどっち選ぶ？上右。選んだ方 C あるのみですからね。俺は上目指します。OK。ナイス。体力7回復。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。これでまだ生き延びられる。延命はできた。は？何してんの？急に気分。あ、よし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 。ナイスナイスナイス。ギリギリセーブ。よかった、危ねー。あそこで体力ダウン。まさかの展開だね。やめてくれよ、ほんと。ギリギリクリアだよ。カレンもよく、避けれた。はい。できましたね。3人目の選手。特殊能力が盛りだくさん。んで、変化球もね、それなりにいいです。スクリューもつきましたしね。コントロール、スタミナ。ただ、球速はちょっと低いような気がするんですけどね。まあ、これだけあれば十分でしょう。うん。3人目。なかなかね、いい選手ができたんじゃないでしょうかね。今までは能力はあっても特殊能力はないっていう選手。特殊能力もなくて能力もないというゴミをできてきたが、ここに来てようやく、まあ能力もそれなりにあって特殊能力もあってという感じだね。よし、お次4人目行こうよ。この流れでいい選手を作らない。さて、中継ぎ4人目の選手はね、どうしようかな。じゃあ右、また右投げで OK でしょうね。で、アンダースローピッチャーとかもいいんじゃないかな。ほんで、球団設定は広島ですね。持ち込みアイテムはまたもうなんかしょうもないカードだな。どうしようかな。野球マン登場カードとコントロール強化カード。この2枚で作るよ。レッツ最強サクサク戦。聖地ワンワンやってきた。もう、いきなり時刻。ありがとね、みんなこれ。見てよ、いきなりマイナスを握りますを踏まないとダメ。体力ダウン、ありがとう。一気に8ダウンですよ。いやー、非常にね、幸せですね。僕はもうなんて幸せなんだろう。でも僕以上に地球上で幸せな方ってなかなかいないんじゃないかなと思いますよね。おー、いきなり特殊能力ありがとうございます。戦士カモン、誰だお前は。クローザー、おー、急速サーアップ。いいね、いいね、それいいね。しゃ、マイナスマスはちょっと回避してね。おう、無地パネルが輝き出した。いいね。あれ見て、また落ちる変化球来てるよ。踏みに行かんと。シャッフルマスだ。赤マス来るだよ。おー、近くに来た、ナイス。おにぎりマスにも囲まれてるしね。素晴らしい。ほう、ほう。おにぎりマスに囲まれてる。最高だね。もう、天国という、このことですよ。変化球がダウン。嘘ですやん。ははは。最悪ですやん。ありがとう。V スラがつきましたね。またまた。いや、ステージ1からいきなりいい出来事。いい出来事すぎてね。一瞬はどうなることやらと。始めた瞬間は、コントローラー投げたのかくらいのレベルでね、殺意が湧きましたけどね。いきなりマイナスおにぎりマスに囲まれてましたから。びっくりしましたが。いやいや、やってみるもんですね。いいことはある。おー、中崎じゃないか。伸びしつきました。いいね。おー、タルカップ。カモン、どこに行く？マイケンか？誰だ？マイケンだね。回復し、いいぞ。中継ぎには持ってこる能力だね。これは必要になるよ。また変化球マス来たよ。マジか。落ちる変化球。V スラップ。ほんで落ちるっていうね。ありがとう。うん、今ね、頭の中でね、あ、これ、こうなるかなっていうことは分かってた、俺。うん。あ、落ちるなってことは。マイナスマス踏むと落ちるなってことは、大体分かってた。なんかそんな雰囲気してたもん。はぁ、上げて落とすなっていつも言っとらんけ。俺結構言ってきてるよね。結構大声でキレ気味で言ってきてるけどね。次回変動ステージやってきましたよ。ややこしいステージがやってきたもんだな。よし。まずはこれを踏んで。あ、宝箱そっちに出たか。ノーノーノー。次回が変動しますからね。ち
っとややこしさもあるんですけど、宝箱あの上か、遠いな。一応か、脱三振、あ、これはいいぞ。宝箱取ってスタミナ超人で、じゃあ上を目指そう。とりあえずゴール方面行かないと。おお、うわー、ここでこんな時間変動するなよ。このまままっすぐ行きたかったのね。最悪だな。こういうこともあるから、自害変動ステージは好きじゃない。うわ、これも見てよ。徹底的に俺におにぎりを取らせない作戦に出てるよね。よっしゃ、宝箱取りに行こう。これゴールいけるか？いけなさそうで怖いんだけど。あ、もう直接いけるね。下からおにぎり取って、下からおにぎり取っていこう。ここで、変に自害変動するなよ。よし、よかったよかった。ふぅ、目が変動しそうで怖かったよ。ゴールいけなくなりそうでね。よかったよかった。もうやめてくれ。怖いんだ。ステージ4。おお、いきなり野球マン。あ、そうだね。野球マン登場カード持ってるからね。よしよしよし。まあ、とりあえず野球マンがいる間はあのブスが降りてくることはないからね。金縛り！どうだ？いけるか？間に合うか？あー、ダメだ。シャッフルマスあんのか。近く来い。野球マン近く来い。はい、来た。ありがとうございます。金縛りで動かないからね。はい。体が動かないんだったら、父をもみもみしてもよろしかですか？おっと、ブスも来た！おーいえい！跳ねることに成功！ナイス！やべえ、運ありまくりでびっくりするわ。なんなの今日の俺。はぁ、あ。もういいです。もういいです。喜ばない！喜ぶと悪いことが起こってるような気がする。神様は俺の反応を見て楽しんでるんだ。そうだそうだ。もう喜びません。感情をもうあらわしない。僕は今からロボットになります。鳥谷になろうと思います。感情を出さない。はぁ、あ、最悪だ、本当に。セカンド変化球。おぉ、何かつきましたね。なんだ ?H 進化、H 進化。同じ変化球2つもつかなくていいでしょう。気使えや。もっと別のつけやね。普通の進化とかあるだろう。なんで H 限定なんだよ。やらしいな、H、H って。カモカモカモ。ブスはどっちに来る？ブスは上に行ってるね。とりあえず、おー、体力超過行く。いいね。カモ、カモ。お？おブスさん？どちらに来るんですか？おブスさん？おブスさんはどちらに動くんでしょうか？おブスさんに気を使って俺は生きていかなきゃならないのか？おブスさんこっち。おブスさんの、おブスさんこっち。おブスさんこっち。よし。いや、なんでそっち行くの？違う、俺が来てほしいのは上なんだよ。お前と会おうとしてるんだよ。はいはいはい。これでオッケーだ。もう、長かったわ。おお、威圧感つきましたね。ナイス！ハオ！いいね、威圧感。もうこれで終わりでいい。これで終わりでいい。最後、スタミナ取ろうか。何これ、先発ピッチャーか。スタミナが S の91。中継ぎなんですけどね、一応。いやいや、これはいいよ。酷使できそうだね。酷使しまくりましょうよ、こうなったら。よーし、これまたいい選手ができましたね、皆さん。はい、能力はこのようになってますよ。特殊の変化量、変化球自体はね、H 進化と V スラのみなんですけど。うん。特殊能力、脱三振伸び、回復 C、リリース丸、そして威圧感。これがかなりいいんですよね。球速も低いですが、コントロール、スタミナ、ともに B 超え。スタミナに限った S の91。さすがこんなにはいらないんですけどね。こんなにはいらない。スタミナじゃなくて、それならコントロールを S の91にしてほしかったね。OK! いい選手ができている。お次、5人目。OK! お次は中継ぎ5人目の投手になりますよ。5人目はね、どうしようかな。もう右でいいか。残るはもう全部右でいいや。今回もう先発左多いからね。よしよし。残るも全部右で OK です。で、球団設定は阪神で OK ね。ほんで、持ち込みアイテムは、どうしようかな。先ほど同様、やっぱ野球マン欲しいね。野球マン登場カードと、ほんで、このカードかな。この2枚で5人目を作ろう。レッツ最強サクサクセス。ワンワン、やってきた。初期能力は、またも H 進化。おい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 。シュートの次、あんちゃんは H 進化かよ、お前。もう、何なんだよ、お前、これ。もっと賢くなれないわけか？ねえ、カーブとかフォークとかいろいろとあるじゃん。ねえ、いろんなもので溢れてるよ。この世の中ね。いろんな変化球がある中でなんで2つしか出さないんだよ。うわ、これ怖いな。これみんな怖いよ。ステージ1の時点でこれだけのね、体力を回復するっていうのは、これね、後で嫌な流れが来そうなんだよね。お、文字パネルが輝き出した。おー、変化球マスもあり、おにぎりマスも多いね。これ怖いんだ。ステージ1でこれだけいいことがあったら、ステージ2、ステージ3、だんだん地獄になっていくっていうね。ステージ5に相手何をが待ち受けてるのか。
怖くなってきた。もう帰りたい。この時点で帰りたい。何かトラウマを思い出すかのような胸騒ぎがしているね。あの頃のあの何かが起きそうだ。よし、やっていこう。ステージ2ね。おお、でも青マスしかないね。悪いことはそんなにというか起こらなさそうだ。よし、シャッフルマスかも。おお、上に青マスが固まったな。踏みに行こう。やる気は現在ね、すごく顔色の調子はいいですから、悪いことはなかなか起きないと思うんですけどね。よし、回復4か。嫌な感じ。おお、タルコ行く。まだ続くか。おい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 。いや、たまには神様を信じるっていうのもいいかもしれないね。さっきはまたなんか悪いことありましたから、今回はもうさすがにお前もいいことをしてやろうって思ってるのかもしれないね、神様を。いいでしょ、神様を信じましょう。おお、無事パネルが輝き出した。ほとんど青マスじゃないですか。素晴らしいね。神はいる。間違いないね。神は毎回おるね。って確信するよ。このサクサクセスの実況をしてるとね。よし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 。俺はまだまだ強くなる。よろしく。また輝き出した。いいね。上か。まあ上はちょっとあれなんでね。温存しときましょう。おー、赤パネルが青くなっていく。わーお、やばいね、これ。しゃ、そこの、ちょっと、おにぎりマス取りに行こう。イエーイ！ハテナマスかも。わー、ここで急、ちょっと来たね。ここでついに体力ダウン。ちょっと嫌な感じ。緩急丸がつきましたね。これはもう静かにゴール行きましょう。静かに、早く、ゴールに行きましょう。悪いことが起きそうだ。悪いことが起きる前にね。よし、野球マン登場カード。おー、そっちに出てきたか。うわ、地形的に行けんな。うわ、宝箱もそっちにあんのか。うわ、これ最悪だな。地形的にどっちも行けないね。下手に、まあ、行けんことはない。行こうか。よし、行こう行こう行こう。全然行けるじゃん。あ、全然行けたわ。あ、全然いけたわ。びっくりしたね。全然普通にいけたんでびっくりしました。よっしゃ、体力回復&能力アップですわ。ありがとう。おお、シュートの変化球が追加されましたね。あら、ブスが降りてきたぞ。え？どっちに来んの？早くして。早くして。お、お、お。はい、ブスハメ成功。ありがとうございます。特製ドリンクだけ置いてけー。特製ドリンクが本体だからね。あのなんか気持ち悪い面したやつはもう、な、仮面？変な仮面つけてくんだって毎回僕言ってるんですけどね。もうあんな、なんでもないから。本物はドリンクですから。よし、行きましょう。後悔のないようにね。うわ、これゴールかなり遠いね。ゴールするのだけでも一苦労だ。お、タイル回復。お、お、お？青パネルがすべて赤パネルに変形しました。もうやることない。今日やることない。死んじまおう、死んじまおう。舌を噛み切ってしまおう。そうだ、それ正解だね。あら、ブッサン。お邪魔します。いや、もう特製ドリンクいりません。こういう時は威圧感でいいんだよ。無地パネルがさらに輝き出した。いや、もうハテナマス踏んでいこう。はい、青パネルがまた赤パネルになりましたね。もう赤一色。それ以外緑。うん、もうやることないんでこれいいでしょ。もうゴール目指しましょう。体力めっちゃあり余ってますけどね。うん、もういいです、もういいです。はあ、最後悪いこと起こったね。あ、今回めっちゃ体力増えるじゃないかっていうのが、めっちゃ最後まで体力増え続けてくれたんだけど、ね、最後までずっと体力増え続けてくれたんだけど、それ以外はもう完全に運ついてませんでしたね。神様やらしいよ。体力も回復してくれて、そしてその他、ね、青マスも多く出してくれたらいいのね。なんで体力だけ多くしてね、全部赤パネルに変えるのよ。どうしろと。体力あってもしゃあないよ、それじゃ。もう最悪だね。神なんていないわ。いないいない。間違いない。確信したね。さて、能力はこのようになりました。ゴミが出来上がりましたね。コントロール、スタミナの部分を見ればいいのかもしれんが、球速は129ですよ。変化球も H シュートと H シンカーのみ、特殊能力はタイピンチ C、緩急丸と、高校野球かと。プロではないかと。独立リーグかと。それくらいのレベルの選手ですよね。こんなのがプロとは言えませんよ。まあ、できちゃったもんは仕方がないですから、これがうちの5人目の中継ぎ投手になりますね。お次行きましょう。さーて、今回中継ぎ最後の選手になりますね。6人目の選手ですよ。今回も右投げ。もう最後くらいは本当にいい選手作りたいからね、巨人に入れて作っていきたいと思いますのでね。持ち込みアイテムはラッキートレジャーカードに、エクストラステージカード。このカード使いましょうかね。禁断の第6ステージがプレイできるとのことだ。やっていこう。レッツ最強サクサクセス。
後悔のないようにステージ1-1。中継ぎ最後の選手になりますね。またシュートついとるわ。おお、いきなり宝箱がありますよ。ありがとう。最高だ。もうハッピーだ。もういらない。体力回復。ありがたいね。いきなり。かも。戦士かも。戦士かも。戦士どこに行く？おお、また体力回復。体力はまあ、あり余ってますからね。別にそんな回復しなくてもいいんですけどね。おお、金縛りか。戦士が上で止まってるね。ただ、マイナスマスは踏みたくないからな。変化量を下げるわけにはいかんからね。おお、キルマル緩急丸がつきました。戦士の方は無視で OK でしょう。もう、今回はちょっとマイナスマスはガチで下げていこう。マイナスマス踏んで毎回変化量落としとるからね。変化量落ちすぎなんだよな。でも今回はバリバリに変化球ピッチャーをね、作っていければなと思ってますので。まあ、擬音は正しくないですけど。パネル転生ステージ来たよみんな！わあ、みんな来たぞこれ。最高だぜ。これはね、永遠とプレイできるよ。もしかしたら。はい、体力10回いく。ほら見て、パネルが転生していきますからね。おにぎりマスも出てきますし、宝箱も確か出てくるはずだからね。無限と出てきますから。あは、赤マス踏んじゃった。さあ行く。これこうやってね、うまくね、毎回出てくるおにぎりマスを踏みながら、体力を減らさないようね、踏んでいけば。あら、最悪だな。おにぎりマス目前で変わったわ。わ、わ、またかい。ほら、宝箱も転生してきますからね、こうやって。ちょっと今回は取りに行けそうにないですけど。戦士は出てこないけどね。マシソ。ヘイユ。さて。お、下にあるな。ここは回復マス。うわ、もう回復マス毎回直前で消えるの何なの？やめて。無限にプレイするんだ。俺はもうここで最強の戦士を作るんだ。オッケー。カモン。急速にアップ。回復マスどこだ？回復マスなしか。カモン。よし、変化球、変化球、変化球。シュート、シュート、シュート。ヘイ、急速3アップ。で、お次、あ、そっちに出たね。よし、回復に成功。おお、9回復。いいね、素晴らしい。で、お次は、あ、お次回復マスなしね。よしよし、こうやってうまくやっていけば、もう無限にプレイできるわけだからね。俺過去これでいい選手できてるわけだ。このプレイ方法でね。よっしゃ。ゴー！体力8回復。ハテナマスか、ハテナマスじゃねえ。宝箱来い、宝箱。10回復、いいね。やべえわ。止まらないぞ。止まれないぞ。無限、あー、また変化量下がった。変化量下がりすぎじゃないかな、本当に。おかしいわ、なんかおかしさを感じるね。よっしゃ、体力回復。ハテナマスで体力回復するのか、いいね。うわー、無地パネルが赤く輝き出しましたが、転生するので全然問題ないですね。そんなのは無効化ですよ。無効化、無効化。おー、体力超回復。いいね、素晴らしい。ありがとう。おー、おー、急速強化カード。イエスイエス、宝箱かも。やばいぞ、これ。もうこの時点で強いでしょ、みんな。144あるからね。よっしゃ、体力回復ます。6回復。おー、またハテナマスで回復。やばいぞ、みんな、これ、来たぞ。やばい、やばい、やばい。このシリーズではね、キャッチャーでものすごく強い選手できましたけど、みんな、ピッチャーですごいのできる、ピッチャーでも。ピッチャーでもすごいのできるぞ。よし。かもかも。変化球マス踏みたいな。出てこない。なかなか変化球来ないね。おー、赤パネルが青くなっていった。素晴らしい。うわ、青、宝箱来たよ。そっちか。おー、宝箱かも。のー、目の前で変わらないで。転生スピードが速くなっていってるような気がする。ねえ、毎回おにぎり目前とか宝箱目前で変わってるよね。なんかいじめの雰囲気出てきたよ。お、お、お、レッツゴー。急速超人で、はい、158。ありがとうございます。ありがとう。150を超えちゃいましたね。非常に、ありがとう。大谷を超えようかなと思ってますけどね、私は。大谷を超えれるんじゃないかなと。いとも簡単にね。大谷越えって案外簡単にできるんじゃねと思い出してきましたね。よし、来い。はい、あー、4か。かもかもかも。ちょっと体力下がってきたね。ここから取り戻さないと。もう無限にプレイするよ。終わりないからね、みんな。終わりはない。わー、目前で変わらないで。あかん、あかん、あかん。ちょっとマイナスマス踏むのはあかん。ちょっと早く変われ。転生しろや。よし、よし、よし。体力7回復。よかった、よかった。かもかもかも。転生スピードがめっちゃ速くなって、宝箱もあるし。かも、160超えたよ。165来た。うわ、もうそこで転生するんか。いらん、いらん、いらん。バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎。そこで転生するんじゃねえ。かも、宝箱ないのか、今回。これで失敗したら最悪だな。ちょっとゴール近く行っとこう、ゴール近く。万が一の場合に備えてね。おー、かも、レッツゴー。6回復。お、上に来たね。よし、10回復、いいね。やばい、止まらない。あ、今回はなしか。169来たぞ。
もうここでマックスしていこうか。みんな。ここでマックス、ちょっと待って、シャッフルマスも。さすがに体力12か。あかんあかんか。おー、ナイス。はい、回復。あ、球速もう上がらんのか。170ね。よっしゃ、170来ましたよ。もう球速上がらないよ、みんな。ほうほうほう、やばいのできたぞ、みんな。これぞ、誠の中継ぎのエースだね。あ、球速落ちちゃった。大丈夫、大丈夫。まだすぐ上げればいいから。お、宝箱来た。カモ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 カ、近くん来い、近くん来い。変化量全然上げれてねえんだよな。うわ、ちょっと待てよ。さすがに体力落ちてきたな。うわ、どこ来た。うわ、これダメだ。もうゴール行こう、ゴール行こう、ゴール行こう。もっと楽しみたいけど。シャッフルマス最後踏んでみようか。かも、近くおにぎります。あー、ダメだ、来ない。あー、もうダメだな。行こう行こう行こう。次行かないと。おー、でも見てよ、もうここだけでめっちゃ強くなってるよ。はお、球速170。もっと強くできたけどね。あとはもう失敗しないように作るだけ。変化球マス踏みだからね。ちょっと変化球が足りないような気がするんで、もっと変化球踏んでいかないと。しゃ。あー、3のみか。3のみ回復。しゃ、宝箱、何？請求超人で、おお。あ、いかんいかん、こっちからゴールいけんじゃん。あ、終わった。1、2、3、4、5、6。あ、ギリギリか、あっぶれ。ごめん、また俺ミスったわ。ゴールいけない方から行ってた。あ、体力回復、ありがとう、ナイス、一瞬ヒヤッとした。体力がダウンしたのかって出たのかと思ったら。ダウンしましたみたいなね。はあ、そんな展開いらないからね。よしよしよし。おお、下に変化球マスある。あ、スライダーか。あ、シュートか。ここまでシュートだけなんだよな。ムービーファストついてますけどね。これだけいらないな。これだけいらない。うわ、ブス降りてきたぞ。いかんいかん。これもうゴール目指しましょう。ステージ5で大暴れじゃ。はあ、コントロールも S の100来たしね。能力カンストあるんじゃないでしょうか。最終ステージになります。後悔のないようね。後悔を残しちゃダメだ。行こう。宝箱かも。近くんかも。宝箱かも。近くんかも。うわ、下か。変化、あ、あそこ変化球マスあるね。あれ取りに行こうか。あれ取って終わりでいいかな。もう能力はほとんど上がらないよ。うわ、やる気が下がった。嘘んだろ。お、宝箱また降りてきた。上か。ブスは？あ、赤、赤、赤。宝箱欲しいけど。いや、もうこれミスるわけにはいかんからな。最後特殊能力めっちゃついてくれたけど。うわ、変化球欲しい、変化球欲しい。あ、どうしよう。いや、もうやめよう。いかんいかんいかん。まあ、変化量、変化球自体はないですけどね。その他めちゃくちゃいい能力だからね。あ、そうだ。今回第6ステージプレイできるんだ。エクストラステージ。忘れてた、忘れてた。第5ステージで終わりじゃないんだ。オッケーオッケー。ここでまだまだ強いので作っていこうよ。まあ、多分ここではね、ブスは降りてこないと思う。何追加された？H シュートが追加されましたね。いいね、空気読んでるね。ここでまたシュートが追加されたってなってたら、なんでやねんってなろうとしたけど。もうこれも終わりでいいでしょ。もう残り踏めるマスないんでね。はい、終わりだ。中継ぎでとてつもなく素晴らしい選手。ただ変化球がね、変化球がシュートとムービングファストのみ。それもっとあればよかったんだけどね。ただそれ以外はもう、ね。172コントロール S ですから特殊能力も盛りだくさん。すごいのができたね。もっとできたと思うけど。変化球が一つしかつかなかったことが残念で仕方がない。まあ、こればっかりもしょうがないかな。はい。最後の中継ぎ、いい選手ができましたよ。ほう！いえ！さて、お次は、クローザーピッチャー。そちらがね、今回の実況、シーズン6最後の選手となりますから、行きましょう。さて、最後の選手はクローザー抑えの投手となりまして、うちの守護神。守護神が弱いチームは弱いんだ。守護神が強いと強い、当たり前ですよね。化け物を作りましょうよ、最後も。球団設定最後どこに行こうかな。抑えのイメージといえば阪神かな。藤川だったり、オースンファ。阪神でいいでしょう、今回は。で、持ち込みアイテムはまともなカードが最後までないな。どうしようかな。エクストラステージカード今回は持っていこうか。うん、ほんで、野球マン登場カードだな。この2枚で最後、後悔のないようにシーズン6の選手を作っていきたいと思います。レッツ最強サクサクセスステージ1、やってきた。初期能力はカーブがついてますね。オッケーオッケーオッケー。いいね。変化球マスもいきなりある。あれ、またシュートだな。もうなんなの、シーズン6はもうシュートに愛された実況になったね。ありがとう。当然踏みますよ。はい、また H シュートがつきましたね。いいじゃないですか。でも、カーブと H シュート。ん？いいと思うよ。
いいと思うよくらいしか感想が出てこないよ。悲しいことにね。選手かも。選手、あ、選手そっち行ったか。カモカモカモ、戻ってこい。誰だ？のびさん、ポーカーフェイス。まあ、そんないらないかな。そんないらないね。よっしゃ、ステージ1はこれで終了だ。対人の時とか役立つんだけどね。疲れた表情が出ないから。ただ、オートペナントで回す時はそんなにいらないわ。さて、お次行きましょう。ステージ2。気分が乗ってきた。いいぞ。乗る乗る。乗り乗りくん。乗り乗りくん。乗っちゃ乗っちゃうくん。年打ち、スタミナよ、アップ。いいね。急速アップ。おお、赤パネルが輝きを失っていく。いいぞい。いいぞい。この運をステージ3にも。次のステージもよろしくお願いします。引き継いでくれよ。ステージ3、やっていきましょう。選手が真下にいる。会いに行かねば。どこに行く？どこに行く？カモン、カモン。どこに行く？どこに行く？ストップ、ストップ、ストップ。岩崎。岩崎、ストップ。岩崎、ザ、ストップ。それ以上動くんじゃない。いやもう、抑えにはね、スタミナほとんどいらないからね、あれば嬉しいけど、そんな積極的に取りに行かなくていいから、求められるのはもう球速、変化量、コントロール、これ以外はいらない。特殊能力とね。うん、ステージ3も終わりだな、スタミナ増すしかねえや。もっと俺は強くなりたい。今回はエクストラステージカード持ってきてますからね、第6ステージもプレイできますから。もっと俺は強くなりたい。こんなんじゃダメだ。おお、野球マン来たよ。野球マン登場カードの力で野球マンが来ましたね。どこに来た？そっちか。うわ、こっちから行けねえのか、野球マン。ああ、ダメだな。会いに行きたいんだが。会いに行きたいんだが、野球マン、カモカモカモ。怪我しにくさ、重い球がつきましたね。これは抑えとしてなかなかいいんじゃないでしょうか。カモ、野球マンどこに行く？野球マン下、すれ違いだね。恋というのはいつもすれ違うもんだ。あ、野球マンどうした？エクストラステージカード、嘘んでしょ？ここで落としてもうた、最悪だ。最悪。うわ、ブスがいる。あ、ちょっと待て。やめようか。うん、体力。もうステージ5で全部かけるわ。エクストラステージカードを落としてしまったため、残念ながら禁断の第6ステージはプレイできませんけどね。いやもうステージ5で大暴れするわ。体力もうめっちゃありますから。ここまでスタミナ特化型。そんな抑えはいらないんです。抑えにスタミナはいらない。欲しいな、急速だ。速い球。無地パネルが輝き出した。いいね。宝箱も上にある。ちょっとここは一か八か、大丈夫博士するのもありかもしれないね。俺は今回の俺はしてもいいかもしれない。あ、でもこれ、会えないな、あそこじゃ。会いたいんだけど会えなさそうだね。いきなりブスに目つけられた。オーマイガー。ブスヤギさんからお手紙ついた。ブスヤギさんただ読まずに食べたしね。はめれることはできるか。はい、逃げられました。ありがとう。ぶっ飛ばされましたね。はい、一人死亡ですよ。これ失敗したかな。なんでこのブス飛ばすんだろうね。頭おかしいからね。頭のネジないからね。まともな教育受けてないからこうなっちゃうんだよね。わかるわかる。すごくわかるよ。まともな教育受けてる人はぶっ飛ばさないもんね。あら、博士が帰っていったよ。残念。博士とは会えず。会いに行ってもよかったんですけどね。体力はダウン。ありがとう。ここに来て、謎の持病、発病ですね。はい、もう終わるしかないでしょ、これ。おお、変化球。変化球中心いらないなぁ。はい、もうこれ終わるしかないですね。最後、スタミナ踏んで。まあでもいいんじゃない？結果的にはいいのできたんじゃない？いい、149あるしね。そこまで悪いってことではないと思うよ。なぜかスタミナ特化型なのは意味不明だけど。ね。なぜかスタミナ特化型。最後にブスに邪魔されましたしね。また最後にブスに邪魔されるというね。俺はブスさんいなければもっとまともな選手ができてると思う。はい、ステージじゃないね。シーズン6最後の選手が出来上がりました。クローザーピッチャーでございますが、球速は149。コントロール E の46、スタミナ B の78。変化球には H シュート変化量2、カーブ変化量2がついてますね。特殊能力には重い球、ポーカーフェイス、球持ち、クイック C、怪我しにくさなどがついています。起用法には、変化球中心ですね。そんなよろしくない。まあ、最低限は超えてきたかなと。クローザーとしてのね。スタミナは多いですけど。意味不明なスタミナの多さはありますけど、最低限は超えてきた。ただ褒められるものではないと思いますね。はい、てなわけで、今回はこれにて終わりにしたいと思います。シーズン6で作るべき選手すべて出来上がりましたね。外野手、内野手、先発投手、中継ぎピッチャー、抑えピッチャーと、作れました。明日の実況ではいよいよ、チームを作りですね。いざ、オートペナントでセリーグで回してみたいと思います。結果はどうなるか、それは明日の実況で。
お分かりになるでしょう。というわけで今回の動画終了だ。ここまで見てくださった皆さんありがとうね。明日の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おうぜ。